はい、どうも、カオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。お相手は謎の中国人さんですね。お相手のパーティーは、エースバーン、ピクシー、パルシェン、ホルード、ネギがないとミミッケと、これきっちりな。エースバーンがまず絶対倒せないんで、どうすっかなこれ。初手カバルゴン、後ろにエルフーン、最後に、そうですね、ブンパッパかリザードンなんですけど、いやダメだな。バイバニラカバルドン、リザードンできます。はい、初手エースバーン来られたらかなりきついですね。うん、謎の中国人さん対戦よろしくお願いします。初手にパルシェン来てほしいな。できればエースバーンだったらもう詰み。なんて読むのこれ。パルシェンオッケー。これはオーロラベールから入ります。多分相手殻を破るを積んでくると思うんで、オーロラベールから入って殻を破る、オッケー。はい、まずはオーロラベール。でロックブラストなんですけど、急所じゃない限りは耐えるんで、ここフリーズドライ、ロックブラスト。これひるんだり、急所に当たんなければ耐えられます。4、5、頼む。でフリーズドライ、 OK。で相手気合のタスキで、ここで氷のつぶてを押します。相手も氷のつぶてなんですけど、氷のつぶては耐えるんで、これがパルシェンの処理の仕方。 OK、 倒させてくれる。さあここエースバーン来るかな。ここエースバーン来てこの技打ってくれるんだったら、ピクシーか。ここ吹雪だな、吹雪。オッケー、大文字。これはしょうがない。ここどうすっかな。リザードン投げましょう。さあ、ここでダイマックス大バーン打ちますか。さあ最後ラス位置なんでしょうね。おそらくミミッキだと思うんですよ。ここで相手がエースバーンを出してこないってことは、おそらくラストはミミッキだと思います俺は。これでまあ、ピクシーを無事、倒すと。相手がミミッキだとダイジェット、ダイジェットでいきますかね。うん、素早さはリザードンの方が早いので、おそらくミミッキなんじゃないかな。何これネギがないとか、これいけたんじゃないか。ネギがないとだったら、ここはもうダイジェットで
これは勝ちでしょう。どう考えても、ネギガナイトって嘘、リザードンの大ジェット耐えられないでしょう。これ耐えてきたらもうびっくり、クリビツ転用なんですけど。いやでもかっこいいな、黄金のネギガナイト。なんか鳥だから黄金だしのスープ取れそうですね。ダイジェットでこれでフィニッシュですって言わせてください。はい、ハプキトーマスターフィニッシュです。まあこれはね、リザードンがうまく刺されましたね。なんでエースバーン出してこなかったんでしょうね。まあ出したところでカバルドンでなんとか対処したいと思ってたんですけども、まあ、謎の中国人さん対戦ありがとうございました。いやー、ほんと実は私ね、昨日土曜日ですね、まあ今ははっきり言って日曜の深夜だから月曜日なんですけど、土曜日の日に朝8時から仕事で、まあ、会社行きましたよ。で、ですね、朝8時から働いて、日曜日の、1時ぐらいまで働きました。はい。それで、なんだろう。もう、だから29時間勤務ですよね。皆さんやったことありますか ?29 時間勤務。ほんとね、もう何にも考えられ、脳が何にも考えられなくて、もうほんと仕事でね、フィルター清掃だろ何だろやってたんですけど、トラブルにトラブルが重なっちゃって、もうほんともう俺いつ帰れんだろうって思って、マジ腹立ちましたね。これほんといつ帰れんだろう俺って思って、もうずっと起きてるからミスはするわ、ぼーっとするわ。で、責任者の人にね、電話かけても全然電話出てくんねえし、もう誰に指示を仰いでいいのか分かんなくて、もう自分で考えて行動するしかないんですよね。でシャッターもぶっ壊れて、で、なんやかんやで全部仕事が終わったのが、もう、土曜日の朝8時から働いて、その次の日の日曜の、お昼過ぎの1時半ぐらいですよ。でそれでそこから家帰ってきて、シャワー浴びて洗濯物だなんだかんだして、結局寝たのが3時前ぐらいですよね。ほんで寝て、で起きたらもう日曜日その日終わってました。こんな生活したことありますか皆さん。いやでもね、ほんと今月はね、こういうことが起きるから、もう多分俺月の手取り30超えますね、おそらく。まだまだあるんですよ、なんだろう、フィルターの清掃とかなんだらかんだら。もうだから俺の仕事ってちょっと特殊で、毎年11月と6月はもうほんと死ぬんじゃねえかなっていうぐらい働くんで、もう憂鬱なんですよ今月。もうほんとだからポケモンもね、なかなかできるかわかんないんですけど、100回はちょっとランクマッチ潜りたいと思ってます。頑張ります。ほんとにね、ほんともうなんだろう、コロナとシェリー商事が憎いなぁなんて思ってるんですよね。憎いの意味が違う、憎いな三菱みたいな感じで、憎いなシェリー商事って感じですよ。語呂が合ってないんですけどね。はい。で、まあ明日は本当にもう息抜きで、本当になんか美味しいもの食べようかなと思ってます。もう起きたらもう今このね現状なんで、その飲食店がどこもやってないんですよね、やっぱりね。だからほんとね、テイクアウトのみだなんつって、だから腹立つから明日はもう万来のね、チャーシューザルを食べてやろうかななんて思ってますけども。で、まあね、ポケモンの方もね、やっていきたいし、あと明日っていうかもう今日なんですけど、あと7時間後ぐらいにはね、ジムに行ってスーパーパワートレーニングをやりたいと思います。はい、ほんとスーパーパワートレーニングをね、頑張ってまたレスラーボディに戻したいなって思ってます。シェリー商事くたばれ。